えー、それでは第12週目の見通しまずは経済指標カレンダーからお話ししていきますね、えー、第12週目は何といっても日銀金利政策決定会合が18日月曜日19日火曜日に行われますけどもいよいよ上田総裁金利を上げていく方向に決まったということでその発表があると思いますですので大きく動きますよ月曜日火曜日用心してくださいよそれから金利の利の上げ こちらの発表があると、まあ、あらゆるところに銀行中心として金融機関それからローン、うん、住宅、うん、さまざまなところに、ね、影響ありますからねこれはね十数年ぶりの大影響だと思いますのでちょっとね十二週目はトレードをするっていうよりもじっくり観察した方がいいと思います特に20日は春分の日で休みでしょそういうこともありますのでまあ月から水と試合にならないと思います まあそうこうしているうちに木金と過ぎていきますんで、まあ、トレードが全くできないっていうことも覚悟しながらカレンダーを見ていきましょうでまず前提としてね申し上げたいことがありますのでちょっとこちらをご覧いただけますか12週目はですねこの日銀マイナス金利解除への見通しが立ったということで実際にマイナス金利解除するもしくはその報道をするんじゃないかなというふうに思われます 17年ぶりに利上げをして、それが19日に決定するんじゃないかなってことですよね。まあ、記事を見てみましょうか。日銀が18日、19日に開く金融政策決定会合で大規模な金融緩和策の主である柱であるマイナス金利政策の解除を決める見通し。ね。この発表があるんじゃないかなってことですね。18日、19日ですから、月曜日、火曜日のことですよね。 ちょっとここは無視できないかなってところでございます。日銀はマイナス金利政策を解除した後も緩和的な金融環境を維持する方針で、実情のゼロ金利政策に移行することを想定していると。金融機関が短期金利に連動する変動型の住宅ローンや企業の借り入れなどの金利を上げるかどうかが焦点となるんで、利上げはするけどもこちらの方の 借り入れの金利はどうするのかなっていうことがね、注目されるんじゃないかなっていうことこです。で、日銀が金利を上げるとどんな影響があるかってことをちょっとおさらいしておきましょう。まずは家計ですね。えー、住宅ローンやカードローンの金利が上がり、返済負担が増加します。だから今借金がある方とか住宅ローンがある方、カードローンのある方、ちょっと厳しいことになると、払わなくてもいいお金を払うようになるってことですね。それから、預貯金の利息が上がって、貯蓄が有利になる。 お金を十分持った人はもっとお金が増えるんで良かったねってことになります。で、家計支出が抑制され、景気減速の可能性、つまり景気は悪くなるんじゃないかなってことですよね。まあ当然ですよね。金利が下がった方がお金借りやすいんで、世の中にお金が回りやすくなると。金利が高くなると、高い金利でお金を借りようって人は減りますんでね。四十に、要するに世の中に,世の中に、ね、お金が回りにくくなるってことですよね。次、企業です。 資金調達のコストが上がって、設備投資や新規事業への意欲が低下。これもだから金利が上がるとお金は借りたくないですもんね。で、円高になり、輸出企業の収益が悪化すると。円高になると今まで輸出で儲けていた会社があんまり儲かんなくなるってことですよね。で、企業業績が悪化して雇用環境が悪化するということで、企業の業績が悪くなると当然、家計も悪くなるってことになります。あんまり良い,いことはないですね。 で、金融市場です。株価が下落し、投資家心理が悪化する。まあ、あの日経平均株価ね、4万円超えだったんですけども、これがちょっと、ね、引き締められて、下落していくかなってところですね。で、長期金利が上昇して、債券価格が下落するということで、ここもあんまりいい状況にはないかなと。で、円高になり、外国為替市場にも影響すると。うん、で、総じて経済全体にとってみたら、景気減速の可能性があり、物価上昇抑制効果は、 あ出てくるるとと財政赤字の拡大をするということでなんかいいことが一個もないような気がしますけどね。うん、ただやっぱりこうマイナス金利ばっかりやってると銀行の収益は悪化するんで手数料が値上がりしたりとかね。銀行の 人員が減ったりとか、統廃合が進むってことで、銀行経営にとっては、ちょっとピンチかなっていうところです。で、オンラインで、えー、バンキングができる方はいいですけどもね、あの、ATM を利用されてる方っていうのは、近くの銀行とか窓口がなくなると、まあ、すごく不自由するんじゃないかなと、国民生活にも影響するってことになります。なのになんで日銀が金利を上げるのかっていうことなんですけども、物価上昇を抑制したいってことがありますね。ほう。うん、そうなんだ。円安を阻止するということがあります。何のためにってこと で金融市場の安定を維持すると金融市場って安定するんですかね、うん、で金利上昇の影響は複雑だということでまとめられておりますうん、まあ、ですんでねメリットデメリット両面で考えて自分がどちらの立ち位置にいるのかってことは検討しなければいけないかなということですこれは国民の課題ですはい、えー、ではこちらのカレンダーの方に戻ってお話を進めていこうと思います、えー、まずはは月曜日は日銀 金融政策決定会合の1日目ですよね。うん、こういったところがあって、まあ、この瞬間発表があるわけじゃないんでまあ、入ったよってことですよね。うん、影響が出るのはもうちょっと後ですえ。それからあ火曜日なんですけども、いつになるか分かりませんけども、日銀金融政策決定会合の金利の発表があります。これが大きく、ちょっと移っていくかなということですね。あちなみに月曜日、日銀金融政策会合の発表のことを見据えてですね。あの決済をする人が出てくるというふうな気もしますね。 で、えー、こちらの方の発表があって上田総裁が15時半からいつものように定例会見すると、うん、ここでね私おそらくねあの利上げの発表があると思いますので円高の方向つまりセルの方向に向かうんじゃないかなというふうにはあちょっとね山を張ってますけどもねはいそれでそのままその日は終わって次水曜日は日本が休場なんでまあトレードできないことはないですけどもテクニカルはあんまり作用しないかなってとこで ね、で FMC の発表が27時ですから、えー、木曜日の夜明けの3時とか4時ですかその辺りでありますねここも荒れると思いますので結局木曜日のね早朝もおぎったんばったんするところかなと思いますその他木曜日には取り立てて材料はないかなというところですね、はい、あでもアメリカのすごいですね中型の材料が並びますね で、あっという間に木曜日、金曜日ですね。で、CPI がありますんで、やっぱり金曜日も、あれにあれるということですね。だから、11週目で、しっかりと利益を取っておいてよかったねってことですよ。これ、12週目はね、ちょっと、話にならないですね、材料だらけで。しかも、並大抵の材料じゃないやつが来ますんでね、ドカンと。<laughs> いや、頭を冷やすにはちょうどいい1週間になると思います。はい、ということでね、12週目は、ちょっとこれは、うん、見るのも相場ですね、久々に。 1>, <laughs> 1, 週間1週間何もできないと思いながらしっかり観察することを覚悟した方がいいと思います。